着るなら下でいいんじゃないかな。ダメだね、どっちでもいいですね。どっちでもいい。あの襲われたって言ってないので。ダメだ。言って言われるからこれ。なるほど。見た目だよ、ゼロワさん。配信切って、配信切る、次枠つけるまでの2分の間にしますか、それ。あなた2分、2分でしょ。それ気持ちよかったの、みなちゃん。お風呂もわからん。うん、酔っ払って覚えてない。うん、酔っ払ってベロベロでもう寝るか寝ない時にも思われてんじゃないの。覚えてない。もういい、 いいです。やりました。やりました。はい、それめんどくさいからってこと？まあどっちでもいい。でも皆さんはすごい人なんですよ。うん。ちょっとして人なんですよ。この後会社やるから。帰ってじゃあ、ゼロワンさん。終わったらちょっと仕事の話やる。仕事の話や。頑張れ。あ？ゼロワンさん、ゼロワンさんによ。早くさんが。誰にハゲとかお前って言ってるの？すごいいい人なんで、うん、ほんまにいい人なんですよ。かえちゃん知ってるよ。好きだもん。なんかね、なんかすごい人なんですよ。うん。けん、よろしくお願いしますっていうのはお願いします、私から。どの立場からお願いしてるの君？クズ的な立場から。友達的な立場から？あ、クズです。私はクズですけど、かやくさんは。うん、ゼロワンさんの元で働かせていただけるのであればお願いします。働くっつうかね。いやだったら俺のことを陥れるようなこと言うなよ。お前が悪いからだろ。でもゼロワンさんはすごいかっこいいと思います。優しい。だからかやくさんもちゃんとしてほしい。なんて言ったんですか？なんて？かやくさんもちゃんとしてほしいけど、ちゃんとしてるわ、仕事してるわ今も。ゼロワンさんはすごい寛大な人やで。ねえ、かやくさん聞いてる？アルチューに言われたくねえよ。いや、アルチューでもいいんだけど、でもゼロワンさんがここまでやってくれるのに、あんたもちゃんとしいよ。ちゃんとしてるよ。優しい人やで、ゼロワンさんは。なけん。ゼロワンさんお願いします。はい、頼みます。かやくさんを、はい、ほんまにお願いします。はい、うん、だからそう思うんだったら俺のこと落とし入れるなんて言うな。お前が悪いからだ。だからそれはでもゼロワンさん、うん、お前が黙ってる。あのゼロワンさんネタないから、そうやった やってないみたいなネタ気持ち悪いで女の子が。違うよ、やったのはやったけど、ゼロワンさんはこのこといちいち言わなくてもいいじゃん。こいつがふざけてるからだろ。でもあのゼロワンさんはすごい優しい人やで、分かってるから。私はだけお願いしますって頭を下げてるの。うん、もう分かりましたよ。それはあのいいです。ワンライブの一員としてかやくさんをほんまにお願いします。かやくさんはちょっと変なとこがあるけどお願いします。はい、ほんまにお願いします。はい、わかりました。助けてあげてください。はい、助けてあげてください。助けてもらってるよ、十分。ありがとう、うん、ありがとう、心配してくれて、うん、もういいですか。しんどいとこもあるかもしれんけど。何回言うんやてめえよ、同じ話。うざいやばい、ゼロワン。何やろ、もういい。ありがとう。じゃあお願いしますね、ほんまに。何回言うんだよ、しつけえな。100回ぐらい言うけど、お願いします。わかったっつってんだろ。ありがとう。もういい。はい。はい。うん、いや、失礼します。うん、ごめんね。うん。ということですね。うん、うん。はじめまして、うん、でお帰りとかってさ、なんで好き好きアピールするくせに他サイト挑戦してたら来ないんだろうね。そういうとこ不思議だよね。うん、それどういう思いがあるのか、それちょっと聞きたいな。
ちょっと代表してね、お帰りに、うん、聞くとく違う顔、別にいいじゃん、うん、こっちの方がリアルだからね、興味ないっつうか、ツイッターで好き好きとか言って理解できないがわからんわ。一緒やん、普通に喋ってコメントしてって、ちょっとわかんないわ。一緒じゃない、どこのサイトでやったって。多少ね、言葉遣いとかもね、やっぱ番があるから、0101だから一緒だよって、それ俺の意見や、分かんないって言ってるんで、それ喋るだけやん、配信なんてね、喋るのが主やん、リスナーさんと、うん、分かんないよね。難しいのかな。かまってつかいっぱいコメントも読むけどね。縦どうか。こんばんは。はじめまして。本当に俺のこと好きだったらどこで配信してても好きよな、きっと、うん、きっとね、変わんないしね。まあでもこっちはね、こっちの方がいいのかな、うん、やっぱり、うん、コミ普通すぎてつまらん。お前みたいなやつが匿名依存してるからだろ。匿名外せやじゃん、ちゃうんかいな。つまらんって言ってるやつが匿名でしかコメントできねえからだろ、うん、病気かよ。TikTok 慣れてきました。あ、みーちゃんありがとうね。 Thank you 仕事の話がある、うん、課金できないかな。無課金だとコメント、無課金もいっぱいいるよね、向こうね、うん、課金しない人多いよ、うん、どこのサイトも。その一部だよ、 1% ぐらいだよ、人口 1% いるかなぐらいの、うん、でまあね、レベル30ってなるともう 0.何% とかすごい確率的に少ないで、意味一回1個買ってみたらいいやん、100円のやつでもさ、1個。なんでそんなにかっこいいんですか。まあ顔自体は変わってないんだけど、やっぱり貫禄が出てきてる。でまあ最近ちょっとオーラもやっぱすごいんじゃない。で藤沢なのにも言われたからね、オーラがすごいって、うん、やっぱ人ってやっぱ出てくるんじゃない、オーラが、うん、多分覇王色出てんじゃない、覇王色がきっとね、
貫禄が、うん、顔タイプですか。ありがとうございます。言ってたよ、藤沢奈々すら言ってたからね、うん、ちょっと小銭持ってるからかっこよく見える、まあ、落ち着いてるからね俺、うん、奈々ちゃんから、奈々ちゃんから今更知ったの、知らなかったの、うん、ちょうどいいブサでいいよねお前もな、うん、最悪だよなお前、うんうん、髪増えたけど髪型がちょっとねあれやから、早く美容院行きたいわ美容院、24号さんなんて、うん、どうした、なんでコメント打ってる、うん、ブロックする、好きじゃなくて、うん、なんつってた、うん、嘘つきって何が、うん、言ってよって連絡ないしね、24号さん嘘つきって何、うん、フォローされなかった、じゃあコメントしたらいいや、うん、そんなのね忘れる時もあるよ、何百人相手してるんやから、なんでそんな長気がちっちゃいの、そんなんで怒るの、忘れる時もあるでしょ、リスナー待ってる、だから早く決めたいけどね、17、18とかね、ツイキャスもやりたいな、久しぶりにツイキャスも、レンジさん初コメ、初見さん多いね、初見さんが今日も平和ですね、ふわっちは、うん、お墨付き解除されてる、うん、半年ぐらいだったね、でも解除されてるで別に発表 にまで至らなかった、うん、なんで会社のビジョン見えないの、それは自分会社やってないからじゃん、俺の会社のビジョンは俺しか見えないよ、あとかえちゃんとか見えてるね、話してるし、うん、うん、偉そうにしたっていいだろ、自爆でてめえが偉そうなんだよ、人の枠で初コメの分際でな、ここにいるリスナーって長年リスナーやってんだよ、うちの枠で、うん、そういう人たちのための枠だから、初コメが偉そうにすんな、偉そうに来てすぐ、うん、何様だお前、うん、スパーク出れねえよお前みたいな無名は、逃げるねよとか出れないじゃんお前、誰なのねえ、お前みたいな無名が出れるわけないやん、誰も知らない、やろう、なんでお前とやるの、メリットないじゃんねえ、メリットないよね、君とやる、うん、お前みたいな雑魚と絡めると思うなよお前、簡単に雑魚が、配信者のサブアカ、本アカで来れないみたいな、うん、本アカ誰、
ういうパターン入らないね、うん、こういうパターンはね、うん、入らない、うん、だるがらみ、きっとね配信とかもしたんじゃない？で人気にならなくてこうだるがらみしてくれる、きっと、うん、エクボ好き、ユミコありがとうね、ちょっと待ってねチョパさん、俺はちゃんと縦イベント終わった時に向こうのリスナーに話をしたから、とりあえずね格闘技の企画があるからフワッチメインになるって話はしたからね、してたよねみんな、うん、その分フワッチのリスナーに待ってもらってたから、そこはね両方ちゃんとやってるから理解してもらって、まあ、こっちのリスナー文句ばっか言ってるけど、うん、で向こうもちゃんとお礼言わなきゃいけないから、でもさすがに次の日やりたかったけどね、次の日でも次の日奈々ちゃんのやつあったから、あれは TikTok じゃやれないでしょ、うん、で山手線歩いてね、で最終日やって、で奈々ちゃんのやつ行ってもうくったくただったから一日休んだじゃん、今日はやるよちゃんと、うん、何どっちか決めるって、うん、4校から逃げた男ちょっと分かんないよねこの人も、うん、TikTok でうまくいかないとフワッチで偉そうにしてって、 TikTok めちゃくちゃうまくいってるじゃん、うん、ね、2ヶ月で、うん、なんだろうね、嫉妬かな、嫉妬してるんじゃない？俺の成功に、うん、いや悔しいっつうか悔しくないよ、うん、だってあんなに応援されたからね、うん、すごいよ、うん、それはまあわかるからね、俺たちが誰もできないでしょ、うん、誰も、トロフィー盾もらえるよ盾、うん、十字架、なんつってたのグチグチ、表彰式は3ヶ月後ぐらい、うん、ふわっちも平和だな、うん、ふわっちもとにかく、うん、何に使ってる？いや何も使ってない、溜め込んでる、大事にね、
そんなパッパラパーに使う方がみんなもあれでしょ、溜め込んでるよ。だからスパークには使うよね。スパークには お金かけるよ、すごく。うん、もうね、赤字になったら払うしね、で選手にもね、払うも払わないと、ゲストとかにもね、ヘイヘイと言うのもないんでしょ、話題が。だって俺ですらないもんだって、もうふわちで話すこと、なんかある、平和だよね。でまた浩輝さんでしょ、浩輝、浩輝でしょ、浩輝と浩輝しかないや、何があるの、ね、でもスパークももう今月中だからね。いやもうちょっと緊張するわ、ドキドキする、俺はね楽しみなんで。あ、デラワンさん、はじめまして。はい、はじめまして。あの今ハトで、あのデラワンさんがコラボの申請待ってるっていうハトが飛んできたんで。全くそんなことは言ってません。言ってないですか。はい、全く言ってない。トキ静香ちゃんの件。